聞き上手の人ってちょっとカウンセリングっていうかこの縦横のね軸があるんですよ皆さん。こっちがコンサルティングかな、コーチングの真下に、カウンセリングで、ティーチングってあるんですよ。これなんか4つの軸であって、コーチングっていうのは基本的に背中を押す、いいよいいよもっとやんなーみたいな、あでもこここうした方がいい、でもこうした方がいい、もっと行った方がいいみたいな、これコーチングね。声かけ的に俺はコーチングの方が得意なの。だから話は聞くんだけどうっせえとも言うわけ、聞きたくない話は。それは聞きたくない話を聞くことによって相手のためになればいいんだけど、基本的に相手のためになるかならないかで判断した時に、こいつにこの話延々させたらただただだらだら自分の現状に甘えるなと思った時はバッサリ切るわけ。これがコーチングなの。でティーチングとかコンサルティングっていうのはもう教える世界、何も知らない人、知識を知らない人には知識を教える、これティーチング。でこれからのマーケティングとか戦略的な具体的な勝ち筋を教えるのはコンサルティングなの。4つの得意分野があるんだけど、会話の中で多分ね、おのちゃん聞き上手なのはねカウンセリングすぎ。カウンセリングっていうのは誰かに吐き出さなきゃいけない。これ視聴者さんの中でも聞き上手の人とかいると思うんで気をつけてほしいのが、聞くんだったら誰かに話さなきゃダメなんです。聞くの倍ぐらい喋ないと発散できない。だから浄化っていう活動とも言われてるんだけど、その自分の心に負のエネルギーが溜まっていくんです。ホストグループで言うと、ある種ちょっと売れてないホストの相手させてるじゃないですか、はい、で俺ちょっと怖かったのが、まあ、この現象で売れてない理由言い訳めちゃくちゃ喋られると思うんだよね、はい、これはやっぱ誰かに言わないと。うん、ちょっと俺もその仕組み化できてなかったから任せっきりになっちゃってて申し訳ないんだけど、受けるだけじゃダメなんだよね。でも小野ちゃんの立ち位置みたいな人も絶対必要で、小野ちゃんは確かにめちゃくちゃね聞き上手、でも聞くだけじゃない。なんか自己開示が好きじゃない、好きじゃないしね、得意じゃないというか、そもそもだから人の話を聞いてあげる側に回ったら話さなくていい自分のこと。ああ楽だからやってるのもあんだ。そうです、そうです、もうそれが癖づいてるんですよ。でもそれだとさ、おのちゃんの良さがさ、俺は半減すると思ってるんだよ。まあ、ある種楽だからやってんだけど、はい、おのちゃんって基本的には寝やかじゃん、はい、だからエネルギーあるから雇ってる、うんうんうん、これがね楽にいっちゃうとね消えるんだよ。だ例えばだけど、おのちゃんが外の世界に行かなかって引きこもってたら消えるんだよ、はい、一歩でも外出て誰かと喋ることによって俺はそれが経済効果だと思ってるし、誰かの価値になると思ってるし、小野ちゃんに話したことによって前を向ける人もいると思ってるから、小野ちゃんが停滞しちゃうとね、このグループも止まるみたいな感じを思ってほしい。はい、男も問題だなぁとなぁ、ね、恋愛はどうしたらいいかなぁ。やっぱり自己肯定感だね。そうですよね、だからちょっと気になる人いても、うん、いやでも私可愛くないしとか思っちゃって、アプローチもできない、自信ないから。だから俺は断るぐらいの女だと思う。アプローチ増えすぎて、うん、おのちゃんの能力ってめっちゃ高いと思うよ。これは本当に言っとくけど、俺能力高いと思わないと一緒にしないんです。いまだにしてもおのちゃんにしてもめちゃくちゃ能力高いよ。だって俺自分の仕事をめっちゃ価値あると思ってるから、信頼できないとさすがに渡せない。二人ともやっぱすごい一生懸命やってくれるし、分かんなくてもなんか相談しながらやってくれるから、まあ、だからこそレベルが高いっていうのもやっぱ自覚してほしいけどね。